京都競馬場のバス停にて待機する淀競馬場線のバス淀競馬場線とは JR 山崎駅、阪急西山天王山駅から京都競馬場を結ぶシャトルバス路線で京阪バスが京都競馬場開催日場外発売日に運行している京阪バスの公式サイトでは平方営業所の運賃表に掲載されており平方営業所の臨時路線にも見えるが 平方営業所をはじめ、高槻営業所、片野営業所、香織団地営業所、男山営業所、山品営業所の車両が運用されている。特に、男山営業所の車両は、管轄開始の頃の2007年から翌2008年までは、旧、京阪宇治交通の2ステップバス車両が、主に運用され、旧、京阪宇治交通車両が、阪急京都本線沿線や JR、 京都線沿線に乗り入れる運用が見られた。現在は、京阪バスで購入した車両を中心に運行されている。なお、男山営業所車両は2007年11月10日の、男山管内改正より運用が開始されたもので、ある。また旧、京阪宇治交通の2ステップバス車両は2008年末までに、すべてが置き換えられた。なお旧、 京阪宇治交通のノンステップバスについては、淀競馬場線で運用される事例は、極めて少ない。2014年1月までは、阪急京都本線と京都競馬場を結ぶバスは、水無瀬駅から発着していたが、2月1日より、西山天皇山駅発着に変更となった。これとは別に、京都競馬場、新山ゲート、ステーションゲートと駐車場を結ぶシャトルバスも、 運行されている。2009年より、水な瀬系統で運用される車両に関しては、大阪府の流入者規制の関係上、適合車及び経過措置対応者の車両が限定運用されていた。現在は、西山天皇山系統と山崎系統のいずれも大阪府に入らないため、この規制の適用がなされなくなったことにより、運用車両に制限はない。かつては、 史上大宮発着便も運航されていた時期があったが、1990年代中頃以降は廃止されている。ありがとうございます。